はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。リュウト様、佐竹様、エモエモン様、丸井様、ギャラクシアン釈迦様、野崎様、ひろみち様、トキ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。初の試み、政策報告会を開催いたしました。まあ大勢の賢者さんにお集まりいただき、なんかトンチンカンな質問してくる人はいなかったな。やっぱ皆さん賢くて、有意義でしたので、次は新橋で行います。2週間後7月15日予定しております。動画説明欄もっと見るをクリックしてもらってですね、場所や時間をご確認ください。昨夜は政策報告会っていうよりも、むしろ意見交換会という感じでございました。ご意見の一つ、警視庁の警官の数が5万人から4万5千人に減って不安だというですね、実は犯罪件数は減少の一途でして、まあ、こちらがですね、刑法犯の犯罪の認知件数ですね、これ検挙率とはまた違いますよ。逮捕件数とはまた違うんですけれども、犯罪があったなぁつってですね、まあ逮捕されないでそのまんまになっちゃう、場合もあります。2002年の285万件すげえあったな。ピークに2022年は60万1389件、20年で約4分の1に急減しております。減少の一途、それに合わせてですね、警官の数も減ってる、減らしているんでしょうね。つうかなんか少子化であらゆる人員が減少するんじゃないかな。消防も減少するし、医者、弁護士、そんなのも減少するし、まあとにかく人がいないんですから、犯罪が減った原因ですけれども、防犯カメラの増加による抑止力、ですね、一番犯罪係数の高い世代が思うように暴れられなくなったじゃないかなって、これは私の推測なんですけれども、あくまで総論としてお聞きください。駅員への暴行事件限定ですけれども、10年前は60代が一番駅員を殴っていた、20年前は50代が一番駅員を名乗っていた、多分30年前は40代が一番駅員を殴っていた、この世代が70代になってですね、駅員を殴りたくても殴れなくなったから犯罪が減ったじゃないかな。空き巣なんか の窃盗犯がまあ件数としては一番多いんですけれども、まあ70代になると体も思うように動きませんしね。もちろんそうでない立派な方はたくさんいらっしゃいます。なのでですね、総論に各論で返さないでください俺は犯罪などしたことがないとかですね、私に向かって毒つかないでくださいね。総論に各論で返さないでください。同じく犯罪についてのご意見なんですけれども、外国人犯罪の不起訴が目立つけれども、あれは問答無用で強制送還してるからではないか。裁判ってなると時間も手間も大変だしね。っていうような意見というか推測が出まして、まあ一理あるな。そうは言わないけれど、あるかもしんないな。ちょっと思っちゃいました。私、最近、ハエトリグモをですね、飼ってるとまでは言わないですけど、放置してる。今までは見つけたら、まあ、ティッシュにくるんで外に出してやるとかしてたんですけれども、なんかYouTube の動画でハエトリグモ、飼ってるっていうか、まあ、放置してる。で、たまに見かけると、撮影、録画してですね、載せるYouTube の動画見まして、まあまあ、かわいいですよ、ハエトリグモ。顔こすったりなんかしてね、異世界のんびり農家の座布団ぐらいでかいと、ちょっと、あれなんですけど、さっきこの辺にいたら、3日に1遍ぐらい見かけるんですよね。さっきこのカーテンの裏に、いたのを発見しまして、餌も水も心配ないです。ハエトリグモが
入ってこれる部屋なんだから、餌の虫やそういうのも入ってくんだよってことで、全然心配ないみたいですね。一応名前はですね、ふみよと名前つけました。かずおとけんたと、ちょっと迷ったんですけれども、まあまあふみおでいいかな、いうような感じでね。韓国と揉めると、まあ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 、しゃしゃり出てくる日韓議連の幹事長、自民党武田良太衆議院議員55歳、韓国の貿易ホワイト国復帰とスワップ再開についてテレビキャスターにですね、韓国約束守んないけど、ゴールポスト動かすけどって問われてですね、ここは一発ユン大統領を信じていくしかないとテレビで言っちゃって、一度ずっこげ、一般判断、学習能力ゼロ何度騙されれば気済むのよ。日本には何のメリットもない、国民は全く信じてないっていうのに、いくらもらった、クズ議員どもの懐と下半身にメリットがあるんだろう、詐欺に何回も引っかかる高齢者と同じ、レーダー照射もう解決してないのに、バカはバカゆえに何度でも騙されると、1日37億円の売り上げ、韓国が日本の製品商品を1日37億円買ってくれる、それが日韓議連の血肉であり圧力ですね。韓国に物買ってもらってる企業、会社、まあ個人もいるでしょうけれども、そういう連中は1日37億円なんせ買ってもらってるから、日本と韓国が揉めっと、まあ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 って日韓議連のクズ議員どもをしゃしゃり出させるという構図ですね。竹島占領中の敵国を優遇することで、武田良太の懐と下半身が潤う、整うでしょうね、多分ね。ここは一発って、そんな博打に付き合わされる日本人の身にもなれっつーね。それは大丈夫ですよ、こうでこうでこうでこうだからって論理的に説明できねえから、ここは一発信じるしかないみたいな、そんなふわっと戦の前の兵隊みたいなこと言って、しかないって、なんでそれしか選択肢ないとこまで追い込まれてんだよ、バカですか。そこに至るまでの経緯や判断が平凡だったからでしょ。まあ日韓議連はですね、韓国優遇すれば懐と下半身が潤う、整うですから関係ないんですけどね。解決してない日韓の問題、竹島不法占拠継続、何十年も自衛隊一気にレーダー照射して謝りもしねえし、再発防止にも努めない。2015年慰安婦合意完全保護、支援先財団解散で、許可人について毎回抗議してくる内政干渉、閣僚の靖国参拝にもいちいち文句言ってくる内政干渉、自称徴用された労働者の賠償として未だに三菱重工と新日鉄の資産を差し押さえたまんま、思いつくだけでこんなにあんのにね、普通の国だったらとっくに宣戦布告して終戦してるよね。こんな未解決問題山積みなのに、正真正銘軍事敵国なのに、なんで貿易優遇して通貨交換すんだって話、答え有権者が無知だから、ああそれでも自民党に投票するからですね。もちろん有権者が悪いんじゃなくて、情報を遮断してる、韓国に都合悪い情報は遮断してるっていうテレビ新聞が最大の悪なんですけどね。これ民主主義ってこの人いいなっていうので投票することによって機能するわけなんで、そのね候補者やの情報とか、あるいは間違った情報を流布されると、実は民主主義の危機なんですよね。韓国に都合悪いことは一切報道しないであるとか、なんか知んねえけど、国籍も名前も悪いことしたやつの報道しねえであるとか、そうするとこちらもピピンとね、あ横の国の人なのかな、思ってしまいますけれども、まあ我が国最大の悪有害は
テレビと新聞だろうな、私は思っております。今でも信念、これは、紙の新聞は環境破壊、でん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 、購読者も同罪とかですね、地球のためにテレビを捨てて節電しようであるとか、こういうデモあったら参加しちゃうな私は、それとも自分で主催しちゃおうかな、思っております。毎日新聞、立憲民主党で離島ドミノの懸念が出ている。9月には松原仁、27日徳永が離党届を提出、新葉和也国民民主党幹事長、民進党の最後の方に似てますよね。私にも何人か相談に来ています。立憲議員が移らせてもらえないかって、あの相談に来てんですかね、あの国民民主に。一般判です。節操なんですかそれ終わりの始まり、泥船から逃げ出すネズミ議員、また放浪癖出たんかこいつら、気をつけよう。その候補は元民主、選挙ポスターに元立憲って書いとけよ、思想とか信念とかまるでないから何でも名乗れる、どこの党にでもいける、立憲には極左の活動家しか残りそうもないな、受け入れたら希望の党みたいに乗っ取られるぞ、有権者イコール日本人のためになる政策ゼロだから、まあ当然ですよね。次だいぶ落ちんだろうな。各党のあの衆院勢力を予想します。私、自民は減少、立憲公明共産党は半減、維新と民民が増やすんじゃないか、今262人なんですけれども、自民党ね250切るぐらいいっちゃうじゃないかな。立憲は97人から半減して49人ぐらい、維新は41人から躍進して倍以上の113人ぐらいになる、公明は半減して16人になる、民民は5割増しで15人になる、共産は10人から6人にほぼ半減する。こんな感じでしょうかね、適当ですけど、まあ、 あのこうなるんじゃなかろうか、無責任推測ですけれども、何にしても、まあ、 あの立憲共産社民令和のスパイ政党は早く滅びてほしいですね。あと朝日新聞と NHK、消滅させたいな、私が生きてる間に、あっちが消滅するまで頑張って長生きするとか言うんじゃなくて、文句言って文句言って、あの抗議して抗議して、それをあの宣伝拡散して、ちょっとずつでもあの毎日言ってりゃあの世の中に溜まっていくと思うんですよね。なので、あの、言い続けようかなと思っております。次の意見交流会、交換会は、7月15日、午後5時から、新橋で行います。ここもですね、5時前に入ると罰金取られるみたいなんで、路上で靴沢がお待ちしておりますんで、よろしく皆様、ご参加くださり、これどうなの？あれどうなの？こうしたら、ああしたら、というようなご意見を受けたいと思います。よろしくお願いします。デトックスジャパン。